皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はいきなり画面ドンズババババーンという感じで、エフェクターを出してみましたが、こちらズームの新製品の、G5N というエフェクターを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。1本目の動画では、そのプリセット元からある音色を使ってこうバラバラと遊んでみましたけども、この2本目の動画ではもうちょっとこうね、あの音色を作っていったりとか、もしくはその使い方の説明させていただいたりとかしてみようかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、いつも通り思想環境としてはビルローレンスからカナレのシールドで G5N に行きまして、またカナレのシールドで、ジャズコーラスの 120W のところですねに行っております。でクリーンチャンネル使って、トレブル、ミドル、ベースそれぞれフルフラットになってて、ボリュームがちょこっと、ブライトスイッチはオフという状態でございます。とりあえず初期化の方法からいってみましょうか。初期化の方法、これ知ってる必要あるかどうかわかんないですけども、とりあえずこの、なんだこれは、プッシュトゥエンターって書いてあるボタンですね。これ押せるようになってるんですけど、これを押しながら電源を入れます。そうすると Are you sure? って聞かれるんで、 Yes を選択してポチッと押すと Processing Complete という感じで、これで初期化が完了という感じでございます。で、この間動画で説明させていただいた通り、初期化をしてアンプの電源を入れてとりあえず音を鳴らすと、こんな感じの結構ワイルドな音がします。こんな感じの音です。この辺の話は前回させていただいたので、ちょっとほっとくとして、ちょっとスタジオ来て、10分ぐらい少し触ってみたんですけれども、いじくってみたんですけれども、今回もですね、すっげー使い方が分かりやすくて、説明書を見なくてもすごい簡単に扱うことができました。とりあえずここの窓のところに、どんなエフェクターが並んでいるかがバーッと一覧出てるんですけども、ブラックワウ、TS ドライブ、で、これアンプシミュレーター、ズームノイズリダクションとか、これキャビネットですね。で、グラフィックイコライザーみたいな感じで、それぞれ、エフェクターが並んでおります。で、このスクロールボタンを押して、このパラメーターのどの部分を、呼び出すのかを設定して、ここの部分と、ここのところにそのパラメーターを呼び出すわけですね。例えばここで、白い部分、ハイライトされているところがあったら、ここは TS ドライブ、ここに関してはエクスタシーなんとかっていう、アンプシミュレーター、で、ここはズームノイズリアクションのパラメータをいじくるところっていう感じで、こう4分割に、なってくれているわけでございます。めちゃくちゃ使いやすいですよね。で、ちょっとね、このタイプボタンを押して、その突っ込むエフェクトをいろいろこう変えていくんですけれども、このね、オラオラオラって連打する以外に方法ないのかなと思っていろいろいじってたんですが、このタイプボタンをこの同乗することによって、このカテゴリーをざっくり選べるということをちょっくら発見いたしました。本来だったらこうね、一個一個このガーッとタイプボタンを押してパラメータを呼び出さなきゃいけないんですけれども、この同乗書をすることによってカテゴリーで選べるので、ちょっとこれは覚えておいても便利かなと思います。なんかいい方法あるんじゃないかなと思っていろいろこういじくり回してたら、こんな方法も見つけました。普通に説明書載ってると思うんですけど、なんでちょっと分かりやすいように、まず1回全部、切ります。少々お待ちください。この横棒が出てる状態が、そのエフェクトが何もかかってない状態になるんですよ。で、1回全部これにしちゃいます。ドゥドゥドゥ、 OK、 こんな感じ。これで今上の窓に何にもエフェクターが表示されてないんですけれども、これエフェクターが何もかかってない状態ということでございます。もちろんギターを鳴らしてみると、普通にクリーントーンが鳴るって感じですね。で、とりあえず最初は、歪みでしょっていうことで、適当に歪みを突っ込んでみましょう。フィルター、ドライブ、アンプとかってあるんですけれども、まずアンプから選んでみましょうか。 MS800、 マーシャルの800ってことですね。 JCM800 のシミュレート、で、他にもチョイスしてみると、FD って書いてるから多分フェンダー系のアンプってことなんでしょうね。で、 UK30 なんとかって書いてるから多分ボックスのシミュレートとかなんでしょう。こんな感じで、そのアンプのシミュレートがいくつかあるので、お好みのアンプのシミュレートをまず選ぶと。で、前回今までの、その G3 とかと比べるとアンプのモデリングの数自体はすごく少ないんですけれども、またできることが少し変わってきてるような印象です。ちょっとじゃあ、まず分かりやすいようにマーシャルとかチョイスしておきましょうか。マーシャル800。
まあ、確かにマーシャルっぽいなんかすごいこのハスキーなギャーギャーした感じの音が、なんかわかるかと思います。普通にいい音っすよね。でここでじゃあこのアンプはこれで OK ですとしたとしましょう。で今度はこっち側に、このアンプのシミュレートを通した音を何かしらゴニャゴニャとしていくわけなんですけれども、新しい要素としてこのキャビネットを選ぶことができるようになったという感じです。前からあったかもしれないですけれども、ちょっとこれはあの僕の中で驚きポイントって感じですね。今これマーシャルのキャビネットを選択してるんですけども、そのマイクの位置をどうするかとか、あとこのちょっと EQ とか、かけたりすることによって、またこの音色をねこの細かく作り込むことができるようになったと。まあこれがオフの状態だとオンにするとまあ、ちょっとこの状態だと何が変わったのかよくわからない感じですけれども、まあ、ここで細かいそのね、EQをかましたりとかして、なんか面白い音色にしたりとかすることができると。OK, OK, いい感じで、アンプとキャビネットを選ぶことができました。ちょっとアンプの前にコンプレッサーとか突っ込んでみましょうか。音を整えるダイナミックス。このダイナミックスカテゴリーの、コンプレッサーですね。この僕が弾いた音をある程度この圧縮して整えてからアンプに流すという、ちょっと動作をやってみたいと思います。ちょっと一回アンプを切りましょう。わかりますかね？この潰れてる感じ。なんか、パコ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 っつって。これめっちゃコンプかかってるんですけども、これはちょっとかかりすぎな感じがします。もうちょっとこのセンスを下げて。もうちょっとマイルドな感じのコンプにしましょう。うん、ちょっとバキバキですけどいいでしょう。まあこんな感じでアンプに流すともっとこう音圧が整って。なんかこう適当に弾いてもその整ってくれてるからすげえ弾くのが楽になります。こんな感じで、コンプレッサーの後に、アンプシミュレーター、そしてキャビネットシミュレーターを突っ込むことに成功いたしました。でこのスクロールボタンを押せばね、まだまだそのエフェクターを突っ込むことができるので、ここにもいろいろ突っ込んでいきましょう。ただちょっと気をつけたいこととして、アンプとかやってみると、あ、やっぱ出てきたこの処理が重いエフェクトを重ねすぎると、こんな感じでプロセスオーバーフロー、チェンジエフェクトということで、ちょっとね、俺今手いっぱいやからちょっと違うエフェクターやるんだってやっていう、エラーメッセージが出てきます。アンプシミュレーターとかやっぱりね、すごいプロセス食うみたいなんで、アンプシミュレーターを2個突っ込むってことはちょっと難しそうな感じでございます。でもこの間言ったみたいに、そのディレイを2個突っ込むとか、軽い処理のものだったら複数突っ込むことができるので、まぁ、ちょっとこの辺は、アイディア次第という感じですね。コンプ、アンプ、キャビネットと来たので、その次はじゃあ、リバーブとか行ってみましょうか。リバーブのカテゴリーをチョイスして、なんかタイプを押して。これはルームリバーブですね。ホールリバーブ。スプリング。で、フェンダー系のスプリングリバーブ。で、プレート。わかりやすいようにプレートで行ってみましょうか。いい感じです、いい感じです。で、その後に、じゃあ、ディレイとかも突っ込んでいきましょう。ディレイカテゴリーを呼び出して、あった。これはちょっと大きすぎる。ミックスを下げましょう。こんなもんかな。うん、いいでしょ。これでまあ一つ音色を作り込むことに成功いたしました。どうでしょう、こんな感じでなんか作っていくわけですよ。なんかこうね、欲しいエフェクトを突っ込んで、パラメータをいじって、欲しいエフェクトを突っ込んでと。で、まあこうね、ある程度組んだ後にもちろんその、ちょっとずつ調整することができるので、例えばここまで進めておいて、もうちょっとこのアンプの方を歪ませようかなと思ったら、もちろん、この原因を上げれば。さらに
歪ませることができると思そんな感じなわけでございます。で、ちょっとまあ他の操作方法としては、このメニューボタンとかを押すと、またいろいろこうね、ここにパラメータが出てきて、なんかいろいろいじくることができます。例えば、このチェインという項目を決定ってやると、なんか手のマークが出てきて、なんかこのエフェクトの順番を変えることができると。まあこれはディレイを遠のけても全く意味がないですけども、ちょっとこの、コンプレッサーを後ろに持ってこようかなっていう時になったら、そのこのチェインボタンで、そのエフェクトの順番を変えたりすることができると。他にも、なんかこのセーブしたりとか、そのパッチをこのなんか入れ替えたりとか、なんかいろいろできるんですけれども、ちょっとこの辺はまだあんまりいじってないんでよくわからないという感じでございます。でもまあ書いてある通りですよね。全然難しくない。セーブ、スワップ、チューナー、USB、セットアップ。もうこんなね、わかりやすく文字で出てきてくれるからもうすごい助かるって感じですよね。こんな感じがまあ一通りの使い方かなという感じでございます。必要なエフェクター、欲しいエフェクターを呼び出して、パラメータをいじって、いろいろ組んでいくと。で、またこの Zoom の G5N の面白いところとして、エフェクトの一つとして、ルーパーをかますことができると。エフェクトの一つとしてルーパーをかますことができる。これちょっとなかなか斬新だなと思って、面白いなと思いました。普通にこの、リズムカテゴリー、これもちょっと面白いですね。リズムカテゴリーのこのリズム、リズムもまたこう面白いところだって感じです。ちょっとこれ関係ないですけども、今これリズムここに入れてるじゃないですか。メニューボタンを押して、またこのチェインを選択して、このリズムパターンのエフェクト、これをまあすげえこう手前に持ってくるわけですよ。で、これ何が起こるかっていうと、まあ使うかどうかはまた別として、これリズムをオンにしますよ。そうすると、これ何が起こってるかっていうと、このリズムパターンの音がコンプ通って、マーシャル通って、そのキャビネット通って、プレイ、リバーブとディレイ通ってっていう感じで、その一通りこのエフェクトをガーッと、かました状態で再生されてるんです。普通に左から順番にこうババババッと音が流れていっているので、エフェクトを左手に持ってくると、まあその後ろ、こっち側後ろにあるエフェクトが全部かかるっていうのがそんな感じになっております。ちょっとこれ、使い方が、まだあんまりパッと思い浮かばないんですけれども、なんかこういうやり方を見てると、あちょっとこんなことしてみてなっていう感じで、なんか気づいた方、アイデアが出た方いらっしゃると思うんですけども、アイデア次第でまたいろいろできるかなという感じでございます。ちょっとまあ話がそれましたが、ちょっとルーパー行ってみましょう。ルーパー、またカテゴリーを設定して、これですね、ルーパー、このボタンをポチッと押すと、録音が開始されます。ちょっとやってみましょう。で、ポチッと押すと、レコーディングの状態から再生の状態になって、あとは繰り返されると。こんな感じです。で、2回ポポッと押すとストップします。で、これを、長押しすると、今度はクリアとなるわけですね。ちょっとアンプのシミュレートを切って、ルーパーの方に録音してみましょうか。
音されました。でこの状態でもう一回あのポチッと押すとオーバーダブっていう言い方をするんですけども、カスネ録音の、モードになります。やってみましょう。カスネ、ボリュームが上がっておりません。ちなみにこの失敗したら長押しをするとアンドゥーすることができます。やり直したことですね。やりましょう。でボタンを押すまで、ひたすらオーバーダブされ続けます。ちょっとやってみましょうか。オーバーダブそのまま続きます。やかましくなってきました。でもう一回ポチッと押すとここで、オーバーダブが終わると。でアンプのシミュレートをオンにして、ほい、こんな感じになるわけです。で、ストップ、こんな感じになるわけです。で、この今リズムがあってこっちにルーパーがあってって感じなんですけども、これをまたこうひっくり返したりとかしてこの手元で操作すれば、そのルーパーの方にリズムパターンを読み込ませたりとかすることもできますし、ちょっとまあね、僕はこうあんまりこのアイデアを思い浮かばないんですけれども、なんかこう面白そうな感じしますよね。ルーパー2つ突っ込むっていうことも多分可能だと思うんですけども、できるかな。ルーパー、ああそれはさすがにちょっとできないっぽいですね。ルーパーのカテゴリーが消えてしまいました。普通に本来ならばこの SF ディレイ、リバーブ、ペダル、リズムの後にルーパーが来るはずなんですけども、ちょっとルーパー2つとかはちょっと厳しいみたいですね。まあそんな感じでエフェクトとしてルーパーを突っ込むことによって、まあいろんな音色をまた作り込むことができるという感じでございます。どうでしょうか。なんとなくこのざっと一通り使い方を説明させていただきましたけれども、参考になりましたでしょうか。結構長くなったかな18分、うん、まあ結構いい時間になってきましたね。そんな感じでございます。ざっと、説明させていただきました。本当はまあね、いろいろ細かくやっていけばもっといろいろあるんですけれども、とりあえずまあざっとやってみるとそんな感じです。あとはまあこのマスターボリュームがここにあったりとか、このアウトプットブースターっていう機能を使ってまあ最終的な音量とか音質の調整をしたりとか、あとエフェクトをあとこちらかなこの空いてるところを使って、まあ、ペダル系ですね。例えばそのあったペダル、ボリュームペダルとしてこの機能させたりとか、あとワウペダルとして機能させたり、これもワウですね。おお、なんかすごいピッチシフターが出てきました。バイブ、こんな機能も割り当てることができると。でマスターボリュームがあって、でここはそこの操作をする、つまみという感じです。でチューナーボタンはもちろんポチッと押すとチューナーモードに入ります。そんな感じでございます。まあ実際ね、そのお店とかで見かけたらちょっといろいろ触ってみていただければだいぶ魅力が分かってくるんじゃないかなという感じでしょうか。本当になんかこの画面にその操作方法とかそのパラメータの名前とかがもうがっつり出てきてくれているので、説明書もなくても全然使いこなせるかと思います。ぜひお店とかでお見かけすることがあったら試奏してみてくださいませ。普通に音色もめちゃめちゃいい感じですし、普通にいいエフェクターだなと、本当に思います。それでは、今日はこんな感じで終わりにしましょうか。結構長かってしまいましたけど、また違う動画でお会いしましょう。それではさようなら。あはははは、うふふ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 。